こんにちは。ソっカじグの久保です。今回の深夜のコソコソ話なんですけども、本当にコソコソしないといけない今回はテーマになってます、えー。まずはね、コソコソしない、しなくてもいいレベルのお話しましょうか。一般公開になってますけども、台湾の軍の長官が、これ、ある国のね、統一に向けて協力するという署名をしていた。そして、台湾国内の情報、軍の情報を流すことを、 4年間続けていたということで今回ねえー、話題になって、まあ、これはね裁判にかけられるそうですただしその軍の内部情報を流したっていう明確な証拠が乏しいために別の収賄とかね汚職の問題で逮捕するそうなんですよでこれは恐ろしいことなんですけども台湾ってまああのある国のね統一政策に対抗して軍備を整えているところなわけなんですよでそこに対して 台湾有事に備えるダイヤモンド構想ですとかね、まあアメリカの支援とかがあって、日本ももちろん台湾に味方する立場ではあるんですけども、うんだそこに対して、まああるねあの、国の勢力に協力する動きが軍の内部にはびこってるっていうことになってきたんですよ。で、えー、この台湾軍の長官次々とその職を追われている形になりますけども、 でも、どっぷりとハマっていることと、今までね、そんな土壇場まで気づけなかったこととかに、まあ、震撼するところがあって。で、こちらの方はこちらの方で、えー、今ね、収めないといけない、懸案事項の最大値になってるわけなんですが、まさに、あと一歩遅ければ、このままね、11月、12月に台湾侵攻っていうのが、うん、あったかもしれないんですよ。でも今回、ギリギリにして、それを察知して、そういうの,を言うのが、長官の奥さんが話したらしいんですよね。 で、持ちかけられたものとしては、我々の側に協力して情報を流せば、あなたの身柄は習近平のものの覚えの良くなりますよと、ししそ死孫孫まで困ることはなくって、共産党の党員の一員としてね、その今住んでる台湾に一定の権力と地位を築きますよということで持ちかけられたの。 なんですよねでもその前に弱みを逃げられて脅されたっていうところがあるんですよ。その脅しとこのアメムチですよねいうことを聞けばいい目に遭わせてあげるけどもそうじゃない限りは、えー、不利な情報を流してねもう今の立場を全部失わせてやるみたいな感じで揺さぶりをかけられたわけですよ。 うーんだから最初は小さいことからだったんでしょうね。なんか飲み会に誘われて、そこでちょっとした接待を受けた。で、お小遣いを持って帰るように、ちょっと渡されたぐらいのものだったんですけども、そこをねじろにどん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 ね、あのー、まあ、いわゆるお土産とか、マネーとか、ハニーのドラップがかけられて、もうガンジガラメになったところで、今回ね。 軍の情まあ他の長官に関しましてはどのぐらいのレベルで、ね、協力したのかまだ報道入ってませんけどね。でここから我が日本国内に翻ってなんですけども、まあ、先日お亡くなりになった元総理大臣がいましたけども実はね故意に警備を手薄にしてそして故意に事件が起こるように仕立ていていた節があると。 いうことだったんですよこれについては、まあ、いろんな陰謀論とか渦巻いてるんで私もね深い話をするのは避けますけども結果として狙いやすい配置にしたのは間違いないとプラス犯人に上げる人にてるも用意したってことなんですよねですので今逮捕されて収監されている山上被告っていうのはその役割を演じた役者だっていうことで実際にこの事件を 追っっかけてている人っていうのは次々とこう消えてていいってるらしいんですよば、ねまあ、つまりはオズワルドやジャック・ルビーと同じようにケネディ暗殺の真相を追う人も当時消されていってしまったんですけどもそれと似たようなことがまた起きたんだろうなと思うんですよ。というのがねあの台湾有事は日本の有事というふうなことを言い出したのも安倍総理だし防衛費をもっともっと上げて最低でも倍にするべきだっていうふうに言い出したのも安倍総理ですし。 財務省の圧力に負けてしまうんではなくて財政再建経済再建とりあえず日本国民を豊かにしないと分厚い中間数を取り戻さないといけないっていうふうなあの働きでアベノミクスを成功させて7000円8000円台だったあの日本日経株価をね4万円近く3万円か3万円突破するところまで引き上げたのもやっぱりアベノミスクスの功績だったわけですねで財務省の言いなりにならないように自分の政策をどん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 ,どん前に を進める鬼になった姿もありましたし第一次政権ではうまくいかなかったんだけども第二次政権ではねまさに手腕を発揮してあのジャパンアズナンバーワンを取り戻そうとしているその矢先だったわけですよね。でおそらく次回の総裁選には出馬していて第3期黄金の国民立場の、まあ、安倍政権というのがね成り立ってフィナーレを迎えていたのかなと思いますけども、まあ、そこをですね妨害するべく。 そういった陰謀が張り巡らされていたんだろうなというところまあ想像できることなんですけどもこれもねやっぱりこういう時によく出てくる陰謀論かなと思ったんですけどももうだいぶ証拠が出てきましたんで私もねどちらかというと陰謀論に否定的な形であの事件を見ていたんですけどもうーんやっぱりこれは妙だよねとうーん銃弾出血それからうーんその他の思惑ダイヤモンド構想 トランプ大統領の関係、岸田総理の無限増税論そう考えていくとね陰謀論では済まないところを感じるかなっていうところですよね、まあ、手短に言うと日本の政治家も結局台湾と同じように握られてるところは握られていてどちらかというと、うん、日本を守るべく少数派の国会議員さんねそしてすでに買収されて 自分の意にそぐわない方向に日本を売り渡す形に進められている各都道府県知事これ一部の方ですけどもね北海道それから沖縄静岡この辺の知事が何とも言えない代わりを醸し出してますけどもこの辺とかそれから国会議員の中には700名中数百人ですよもう3分の1ぐらいがすでにうん日本譲渡契約に載っているという形でねレポートも上がってきたりと本当恐ろしい話でございます。 うんまあ、これがなこそこそ話さないといけないことかなと思いましたけどねこれがいや映画って本当に面白いものですけども現実はかなり過酷なものになりそうですね、うん、まあ集まってくる情報が全て本当ではないっていうのが一部の希望ですけども私の独自にリサーチした結果と今回上がってきたレポートがピタッと一致してるんでやっぱりかというとこですよねうんまあ10年後20年後あるいは30年後 今私が住んでるこの土地を日本と呼べるわけなそれが続くのかな本当にそういう風に思っちゃいますよね。はいということでございました。またあー都合のいい時に動画の方を送ってください。お疲れ様です。